하나 나올 수 있게 말해줘. 마이크 꽃꽃만 내가 울었고 내 입술 고래가 지내니 小さい頃はどういう風に食べてたかはちょっとわからないんですけど、みんななんかアタッピですね。自然だったよね。結構虫だけでなくて、小さい小動物とか。上もでも肉食？まあ、一応昆虫はもちろんね。今日は お花とかも食べるので、そうなんや。タンポポ。畑ちゃんがコオロギを見てますね。畑ちゃんコオロギ食べちゃダメだよ。ごめんなさい。ベロが青いですね。なので青舌とか言って。 威嚇の時はこの青いベロを見せるために、オイルを開けて威嚇します。狙いを定めてから。こちら普段はどこやって食べてるの？ちょっとやっぱ飼育されてるので。ああ、やっぱそう。